月刊地図で編集長の安です。編集員の城坊です。はい、始まりました月中ファーム。一回庄司さんちょっと映してくださいよ。このこんな早いの？これなんだ、大根ね。大根、カブ、すごい、すごい雲がいるんだよね。これ どれがどれだかわからない。多分こいつ、そうだね、これとかこれとかは人参だよね。この辺とかは、この辺とか、それ、うん、白菜、白菜、キャベツ、キャベツ、レタス、レタス、ブロッコリー、ブロッコリー、でっか、めちゃめちゃ虫食われてるんですよ。すごいね、めちゃめちゃ虫食われてる。正直映せるかな、これこっち側ちょっと、これ見える、その虫、イモムシさん。これさ、こいつ守られちゃってるわけですよ、もう。外敵ね。外敵ないから、こいつ今、無敵状態になってるんですよ、鳥とかね。やばいんだよ、だから。なので、今日は虫対策をしていこうと思います。はい。早速、ちょっと聞いていきましょう。そうだね、師匠のところへ。師匠のところへ。それでは行きましょう。月中。あれって特売だじゃダメだったのかな。いや、特売でもよかったよ、こっちは。ね、じゃあ試されてるから俺ら一回。いや、初心者だっていうのに試されんの。お前らどんだけ予習してきてんじゃいって。現実を知れっていう無農薬の。無農薬の難しさだな。どうしようか。師匠。とりあえず手で取るっていう。とりあえず虫は行った方がいいよね。行った方がいいよね。もう一回あのネットを一回外して貼り直すとかね。こんにちは。虫行くか。虫行く？行くしかないよね。虫。でも目に見えてるから取ればいいってことだよね。取ればいい、取ればいい。取ってみよう。師匠に減らしようかな。今日って出てらっしゃいます？あ、そうなんですね。あ、わかりました。ちょっと一個だけ確認したいんですけど、なんか結構イモムシみたいなのに虫食われちゃってるんですけど、それって手で取ればいいですか？手で取るしかない。で、はい、手で取る。わかりました。わかりました。とりあえず虫対策しておきます。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、失礼します。確認しました、はい、全部手で取るって。無農薬はそういうもんだって言われました。無農薬だからって。そうだ、無農薬はそういうもんだからって。間違いない、間違いない。そうだね間違いない、何もできない。ちょっとクワ持ってこう。編集長の虫嫌いは克服できるのか。あの虫は奴が取る、取れる、取れ高的には。いやでも結構イモムシ育っちゃってんだよな。でもイモムシの方、イモムシあれぐらい育った方がなんか触りやすくない？いや、触りづらい。大きくなればなるほど触りづらい。ここは平気そうだな。あ、もうレタス触った感じ、もうレタスよ。触ってみる。こういうのってどうすんだろう。いや、これは平気そうだな。うお、どうしたの。いや、なんでもない。よだれた、よだれたれた今。こいつですね。レタスはついてないな。レタス綺麗なもんね。レタスあんま好まれないんじゃない。そういうことだね。ふかふか。そうだね、これ大丈夫だ。これ食われすぎてる。ここ超食われてんだよね。これやばいよね。ってことはいるってことか。でもいないね。これとか生えてきてんのに、もうなんかしなしなになっちゃってる。なんでこうなってんだろう。
これさ、虫食われてるやつ折っちゃってもいいのかな。いや、生やしといた方がいいんじゃない。一応まだ光合成はできるでしょ。葉っぱでも腐ってるわけじゃない。びっくりした枯れてなければ生やしといていいと思うけどな。これさ、葉っぱめくった瞬間虫だらマジでビビるね。あ、安易今グムンズってこうやって触ってるけどさ。いや、そうなんだ。どこ？いるじゃん、でっかいの。ほんとでっかいのね。でっか、マジか。これ蝶々じゃない？これっぽいよね。うん。言うな。言うな。とりあえず、でもそのサイズに成長してるってことだよね。そうだね。なんかさ、この真ん中の方に、こんな虫がいるんだよ。いけない気持ちになるね、これ広げちゃうからいけない気持ちになるね。あらやだ。うん、この葉っぱが見えないな。どいつ？お映る前にぽいじゃない。いや、ちょっと今、いいや。カブトムシだ。いや、ちっちゃすぎない？画かな。こことかなんかすごいボロボロなんだよね、中が。ね、てん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 って書かれてんだよ。なんだろう。でもこの葉っぱの裏には何もいないんだよ。こういうやつ、こいつなんだかわかんないな。この中心からガンガン書かれてんだよね。ここら辺にいる可能性あるんじゃない。そう、でもさ、中でさ、わかんねえんだ。出てきたやつをもう食いまくってるやつがいると思うんだよね。最悪じゃん。最悪だよ。新芽が。いや、白菜なんかそこの一番大事な部分じゃないの。ここなかったらもうここだけになっちゃうね。ただ広がっちゃう葉っぱになっちゃう。お、いたいた。ここにいる。あ、いるじゃん、いるじゃん。倍返した。食べられたら食べ返す。違うチャンネルになった。これもっと見に来ないとダメだな。すごいやつは毎日だね。2日に1点ぐらいにして。こいつね、あの青虫の3匹ぐらい食ってた。ここマジで。それこんな。これどこまで見た？今見てるのはこの4つ。だからそっち側の2本は見てない。レタス育てやすいんだな、きっと。スイスマクサイ。マクサイ。お、いた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 。さっき俺取ったんだっけ？あそこのやつ取ってない。で、あそこのやつはなんか地面にコロコロコロって入ってちゃったんだ、ね、黒いマルチの下に入ってた。あれこっちなかった、うん、あ、いるじゃんここに。あ、いた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 。もうこの2株で 4匹処理してるからね。やば、めちゃめちゃついてたよ。こいつだけ3匹いた。こいつ3匹、こいつ1匹レタスの人気のなさよ。もうちょっと食ってあげてくれよ、レタスのことも。レタスの人気のなさ。植え合わせが良かったからね。あー、もしかしたらね。でもそれからこっちに全部行っちゃってる可能性もあるよね。いや、片っぽ育たないみたいな、さっきの。そうだね、試されてる。試されてる、うん、やっぱり。そうだね。いや、学びですよ。まあ、やっぱり初年度にくじけさせるっていう。それでついてきたやつだけが。普通逆なんだけどね。普通は本当の教えを超えるみたいな。普通はね、ちょっとそこで
甘い蜜吸わせてさせんのにね。松田さんちげんだよな。じゃあとりあえず OK かな、うん、大丈夫かな。これはまたやんないといけないな。こんなにさ、こいつめちゃくちゃでかいのにさ、うん、ちっちゃい。なんかやっぱあんじゃん、育ちの順番が。でこいつ遅かったから、前回来た時もすげえちっちゃかったから。そうだね。でこいついけないかなと思って、こいつの内外しようと思ったの、植え替えようと思った。まだ頑張ってるね。ね、やっぱ虫ぐらいじゃ死なないよ。まあそうだね。ちっちゃ、ちょっとこいつらまだ中残ってるから頑張って。そうだね、頑張ってもらいましょう。白菜にはこれから白菜をより入念にチェックすることになるんだ。芯がね、大事だから。やりたいな。いやね、ちょっとこんなんでもいいからさ。こんなんでもいいから。こういうのはもう望んでない。あれはもうあれでしょ、選ばれし者だけでしょ。そうだね、そうだね、そうだね。あれを取れるの、こう使ってやっぱり、ね、こんなんでいいから。拳サイズとかでもいいから。ミニ鍋しよう、ミニ鍋。ミニ鍋ね。でもそんなことよりも、まあちょっとこれある種貼り直して、うん、次回初の収穫じゃない。収穫っていいのかわかんないけど。じゃあ間引いてお料理するとこまで行くのかな。お味噌汁作るとこまで行くのかな。でももう食べてこう分かち合いたいよね、そこをね。いや一回ね、一回ね。月中はい、ということで、いや虫取り大変っすね。でも逆になんかもう全然苦手な感じなかったね。あ、もうここでは平気。俺職場とかにコオロギ出たらもうヒヤーってなってるけど、でもヒヤーって毎回なってんだけど、ここでは平気だね。やっぱ愛だね。やっぱあと、あのやっぱ共存してる感があるんだよ、どうしても。あー、なるほどね。俺ん家じゃないじゃん、やっぱり、うん、みんなの家じゃん、ここは。だからやっぱり、俺がなんでいいのとか言ったらおかしいな話や。あー、なるほど。でも家とかはね、俺の場所だから。そこに入ってこられると困るけど、ここでは平気みたいな。自然だからね。自然だから。いやー、なのでこれをちょっと無農薬ではちょっとずつ虫を取ってって。風大丈夫かな。まあ、しばらくこの虫取り作業と、まあちょっと間引きが次回ありますので、はい、そちらをやっていきたいと思います。さあ、この動画が良ければ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。次回の月中ファンもお楽しみに。ではまた。